コク深いソースに具材はエビでさっぱりと。ナポリタンらしい懐かしさの中に新しさが詰まった上質な一皿です。絶対美味しいやん。オープンして30年になる喫茶店フロールカッパ。店内には暖炉があってゆったりと食事やカフェメニューが楽しめます。おしゃれ。シェフの縄田さんにナポリタンのトマトソースを作るところから見せていただきました。じゃあまずエクストラバージンオリーブオイルですね。ニンニクね、あと玉ねぎも入れます。ニンジンですね。トマトソースにニンジン入れるんですね。で普通のダイストマトでは出せない味をここで出したいんですよ。そうなるとこの根菜類を入れて甘さをしっかり出すとこういうところが大事になります。でこれですごく長い間炒めます。これが1時間かかるんですよ、まず。1時間。この後は飴色になるまで炒めてトマト缶を加えて煮詰めていくんだそうです。そうしてできたトマトソースはねっとりと濃くて甘いソースになっています。さあこのトマトソースを使ってナポリタンを作っていきます。これ今トマトソースとケチャップが入っている状態でここにチーズのソースを入れます。チーズじゃないんですか。言い方いや教えたかないんだけど本当に、はい、まあ、生クリームだとかチーズあとはまあ小麦粉とかバターとか。チーズソースはこの料理の肝なので、うん、詳細は秘密だそうです。さらにウスターソースを加えてしっかり混ぜればナポリタンのソースが出来上がります。使用するパスタはちょっと太めの 1.8mm。 普通例えば他のパスタを作るときはこれ8分茹でるんですが、ナポリタンとかタラコスパゲッティもそうですね。日本で作られたようなパスタっていうのはプラス1分、なので9分茹でて少し柔らかめに作るっていうのがそれっぽさ。ナポリタンは麺が柔らかめの方が美味しい。方が美味しいですね。麺の茹で上がりに合わせて無塩バターで具材を炒めていきます。最初に入れるのは玉ねぎです。でブラックタイガエビとキノコ類です。でバナメイエビを入れます。でこれ2種類にしているのは食感が2種類あった方が楽しいだろうと。でキノコも正直言ってこれも食感のために入れてます。さっき作ったソースですね。普通はナポリタンってケチャップとトマトソースだけで作ってることが多いと思いますけども、うちの場合は生クリームプラスチーズでこの深みを出してあるんですね。で具材の方はベーコンではなくエビにすることでね、まあ、プリッとさっぱり美味しいぞと。これが、まあ、この料理のポイントですね。柔らかめに茹で上がった麺を投入。強火のまま手早く絡めます。お皿の上に盛り付けてチーズとパセリを振りかけたらエビナポリタンの完成です。腹減ったエビが入ってるナポリタン私初めて食べます。いやー美味しそう。いただきます。うん、おいしい。麺が柔らかくってエビがプリッもちってしてます。でトマトのソース濃厚なコクがあってあと食べていくとエビの風味がまたおいしい。うち喫茶店なので高級店とか思わずにですね、もうとにかく気軽にお子様連れの専用席とかも作っておりますので、もう赤ちゃん連れだろうが何だろうが楽しくお食事していただければなと思います。懐かしさの中に新しさが感じられるナポリタン、その上品な味と食感を皆さんもいかがですか。フロールカッパは周南公立大学のすぐそばにあります。エビナポリタンはランチタイムのメニューなので注文できるのは14時までです。